はい、ここまで見てくれた方、ありがとうございます。久しぶりに外でお弁当を食べたんだけど、今日ね、12月とは思えないほど、すごいね、あったかかったんですよね。車の中にいても暑いぐらいなのよね。はい、そんな感じで今日ね、初めてね、このカバンを使ったんだけど、すごいね、よかった、買ってよかった。でね、ポケットがね、これね、今ね、さっきお財布出すときに気がついたんだけど、ここなんかね、ポケットがね、変わってるんだね、これ。すごいね、これ、蓋がちゃんと閉まる感じなんですよ。これいいですよね、蓋が閉まってると、ホコリが入らなくてね、いいよね。はい。こんな感じで、このカバンすごい気に入りました。結構ね、ちっちゃいかと思ったら、意外とね、街が、こんなにあるから、たくさん入るの。うん。で、さっき、喉が渇いたから、薬局に行って飲み物買ったんだけど、これがついてたの、これ。可愛くない?これ。これ、お鍋。なんていうの?これ、ブランドだよね?これ。すごい高いお鍋だよね。私、こんなの高くて買えないんだけどさ、ルクルーゼっていうの?間違ってたらごめんなさいね。そうだ。種類はね、これ、大人のカロリーミットってやつね。私、紅茶が好きなので、この無糖紅茶と、あと緑茶も、ついでだから買いました。ちょっとね、開けてみるね。マグネットなんだけど、すごいね、お鍋の形してて、すごい可愛い。これ、可愛い。すごい可愛い、こんな感じと、もう一つね。なんか、いろんな、種類があったんだけど、このなんかポット可愛いなと思って、これ青もあったんだけど、赤の方が可愛いなと思って、これ。すごい可愛い。結構ね、ずっしりくる。すごい可愛い。また冷蔵庫に貼ろうかなって思います。でね、今日食べたね、お弁当もね、すき焼きとハンバーグが、なんか一緒になったお弁当で、780円か90円したかな。ちょっと、ホットモットにしてはね、高いかなと思った。でね、量はね、男の人ではね、ちょっと足りないぐらいの量かなと思ったね。うん、ハンバーグはね、美味しかった。うん。まあ、ホットモットね、近くにある方、もしよかったらね、その、12月1日からの、いつまでわかるからわかんないけど、すき焼きハンバーグっていうお弁当だと思います。またチェックしてみてください。はい、それではね、じゃあお家に帰ろうかな。はい、ではね、またこんな感じでゆるーく YouTube の動画の方上げていきたいと思います。
はい、最後までご視聴くださってありがとうございました。はい、それでは皆様の素敵な一日をお過ごしください。はい、じゃあね、バイナラー。